こんにちは、ザツです。新日本カフェリーで北海道に、降り立ちました。だいたい夜の、9時半になります。苫小牧へ到着したんですけども、ペットホテルの都合で旭川へ、向かいました。だいたい2時間半ぐらいですかね、かかって、移動しました。映像では、晴れてるんですけども、途中かなり雨が降ったりとか、大変でした。そして旭川へ、到着しました。猫ちゃんを預けて、ホテルへ向かったんですけど、もう0時近くになってしまって、かなり遅い、チェックインになってしまいました。アートホテル旭川というホテルなんですけども、ドーミーインの旭川とですね、隣同士という立地条件になってます。結構面白いで、まあ、正面にはコンビニとかあったりして、結構便利な位置にありました。あれになんか乗ってたらいいんじゃん、カートみたいな。駐車場の側の。もう0時過ぎての、チェックインになったんですけども、ここは地下にスパがあってですね、11時ぐらいまでに、到着できれば、スパを利用することできるんですけども、この日はですね、残念ながら、利用することができなくて、そのまま就寝という形になりました。本当に残念です。チェックインできた。チェックインできた。ありがとう。パパ。もう子供たちも半分寝ながらなんですけども、チェックインして、お部屋へ向かいました。エレベーターで7階へ向かいます。映像では廊下結構暗く映ってるんですけども、結構まあ、見えるぐらいに明るくてですね、少しカメラの性能が良かったら良かったんですけども、まあ、こんな状態で歩いていきます。お部屋はコンフォートトリプルルームというお部屋を取りまして、セミダブルベッドが3個付いてる部屋になります。それでこちらにはスパもあるんですけども、お風呂も結構広くてですね、大きなお風呂が付いてました。アメニティの方も充実してます。こちらその他ですね、コーヒーぐらいしか夜中飲めなかったんですけど、コーヒーと、吸着器ですかね、いろいろ、ありました。おはようございます。そのまま、就寝して朝になりました。だいたい朝の7時ぐらいです。起きてすぐ朝食へ向かいました。ホテルの朝食ってめちゃくちゃテンション上がりますよね。ものすごくいつも楽しみにしてます。なかなか感じ。スパが24時まで、ね、いや、チカチカ行きたかったんですよ。15階の朝食会場に到着しました。最上階ということもあってですね、結構眺めが良かった記憶があります。
早速飲み物を取りに行きました。私はコーヒーを選んだんですけども、オレンジジュースと、牛乳、ミルクなど、置いてありました。家内がミルクを入れてカフェオレにしていましたので、私も真似してカフェオレにしてみました。こちらが美瑛牛乳という近くで取れる牛乳でしょうか。かなり濃厚で美味しかったです。いただきましたが、ミルクが本当濃厚で、すごくクリーミーな味がしました。一番下のこのモーニングが到着です。こちらも一応卵抜きのアレルギーに対応していただきました。豚の用のモーニングの洋食のセットですねが到着しました。かなり、量が多くてですね、豪華です。こちらちょっと見てください。すごく驚きました。普段はバイキングみたいなんですけども、バイキングではないということで、こういう内容になってるみたいです。子供たちの、モーニングなんですけども、アレルギーがあるため和食にしました。驚いたんですけど、和食のモーニングもすごい量でですね、まあ豪華。お刺身、がいっぱい乗ってます。さすが北海道といった感じですね。いただきます。いただきます。エビさんダメなんですか？食器を持っていったらですね、ああ大丈夫ですよ、置いててください、恐れ入りますということで、置いていっても大丈夫だそうです。マナーが悪いとかいろいろご容赦ください。
様でした。結構お腹いっぱいになったんですけども、一旦お部屋へ戻って、もう出る用意をします。もうこの後ですね、旭山動物園行くという工程立ててましたんで、もう9時には出ようということで、すぐにチェックアウトの準備をして出て行きました。夜チェックインの時はですね、もう子供たちは半分寝かかっているような状態で入ったので、あと、まあ、雰囲気が全然違うので覚えてないという感じでした。パーカー、もう本当短い時間でしたが、一晩ありがとうございました。とてもあの素晴らしい、ベッドとですね、素晴らしい朝食いただきました。本当はスパも、楽しみたかったんですけど、今度は、スパに入れる時に行きたいと思います。しかしながら旭川はこの日雨で、まあ、雨の中ですね、旭山動物園に行ったという工程になりました。ホテルレビューは以上でございます。ご視聴ありがとうございました。撮りたい。